京王八王子高速バスターミナルを出発する高速バス京王八王子高速バスターミナルは東京都八王子市明神町4丁目にかつて存在した京王電鉄バスの高速バスターミナル。1989年12月20日開業2007年4月1日廃止。京王八王子駅の西口に位置し中央高速バス 西東京バス及び共同運行会社の高速バス、空港連絡バス路線が発着していた。京王の高速バスターミナルとしては他に、新宿駅西口の新宿高速バスターミナルがあったが、2016年4月4日のバスタ新宿開業により、同年5月8日に廃止された。京王八王子高速バスターミナル跡地。隣のビルは、西東京ビル跡地に建設された。 京王八王子明神町ビル。所在地は東京都八王子市明神町4丁目9の7。ボーリング場、西東京ボールを併設した西東京バスの旧本社ビル、西東京ビルに隣接していた。また建物の歩道に面した部分には京王不動産八王子営業所が入居しており、バスターミナル廃止後も2010年8月31日まで営業していた。 新宿高速バスターミナルは正式名称に慶応が付かない。新宿駅南口にあった JR バスの新宿駅 JR 高速バスターミナルや後に開業したバスタ新宿特別するため、慶応新宿高速バスターミナルと通称されることもあったが、慶応側で使用していた名称ではない。一方、当施設は KO 八王子駅併設の高速バスターミナルであったため、 京王八王子高速バスターミナルが正式名称である。京王八王子駅の高速バスターミナルであり、京王八王子高速バスターミナルではない。1989年4月2日に地下化された、京王帝都電鉄京王八王子駅の西口を整備し、同年12月20日に、京王八王子高速バスターミナルが新設された。 1971年4月5日に開業した新宿高速バスターミナルに続き、k 王グループにおける東京西部の高速バスの拠点として位置づけられた。同1989年12月22日、東バスターミナルを発着する中央高速バスの新路線として、京王帝と電鉄と富士急行の共同運行で、八王子沼津線、スキッパー号が運行開始した。 東バスターミナルの発着路線として初めて設定されたが利用が伸び悩み、富士急ハイランドを停車地に加えたが改善せず、1996年9月に廃止された。翌1990年3月22日には、西東京バスと京阪バスの共同運行で、八王子京都線、京都号が運行開始した。京都号は、西東京バスが高速バスに、 初めて参入した路線でもあり、当初は中高、夜行とも運行していたが、不審を受けて夜行のみに縮小後、京王八王子高速バスターミナル廃止前日の2007年3月30日をもって運行休止している。また、同1990年11月9日には、西東京バスの夜行高速バス八王子大阪線、トレンディ号が運行開始したが、後に、 ツインクル号に統合されている。1992年には、西東京バスの夜行高速バス金沢線が運行開始するなど、東バスターミナルを発着する高速バス路線が相次いで開業した。また、1991年9月11日より、一般路線バスの京王八王子駅、バスターミナルも整備され使用開始された。1998年7月1日、 バスターミナルの運営会社である、京王帝都電鉄が、京王電鉄へ、社名変更。1999年4月1日、西東京バスの分社化により子会社として、多摩バスが設立され、同年10月1日より営業開始した。2002年2月1日、バス事業の分社化により、京王電鉄バス株式会社が設立され、同年8月1日より営業開始。 バスターミナルの運営会社が、京王電鉄から、京王電鉄バスとなる。同2002年3月21日、多摩バスが、新宿大阪線の格安便、カジュアルチンクル号を運行開始。2003年10月1日、西東京バスの貸切バス、高速バス事業が、多摩バスへ移管される。これに伴い西東京バス、日の営業所は廃止され、以降は、 西東京バスの高速バス路線は、多摩バス音型営業所が運行することになる。2007年3月15日、高速バスの発見業務、待合室の利用が終了。同年4月1日、京王八王子駅周辺へのバス乗り場変更を、実施の上で廃止され、バスターミナルとしての役割を終えた。廃止後も跡地に車庫と建物が現存している。建物名称は、 京王八王子西口ビル。一般路線バスの定期券、乗車券、バス共通カードなどの発券業務は、JR 八王子駅北口のそご八王子店1階に、かつて存在した、京王電鉄バス、八王子駅北口案内所に移管された。なお、京王電鉄バスの八王子駅北口案内所は、そご八王子店閉店の2年前、2010年3月に、そごう1階から、 京王プラザホテル、八王子前に移転、後に廃止された。その後、京王の路線バス定期券の発券業務は、京王プラザホテル、八王子そばの西東京バス、八王子駅北口案内所に引き継がれている。跡地には、旧ターミナルの建物と、車庫部分が現存しており、かつてのバス車庫部分は、京王不動産の管理するときがし駐車場。 京王コインパーク京王八王子駅前として活用されている。残っている建物のうち京王不動産八王子営業所が入居していた部分にはテナントとして調査薬局が出店している。またかつてバス待合室であった部分には2010年5月31日より日産レンタカー八王子駅前店として使用されている。なお、 隣接していた西東京バスの旧本社ビル、西東京ビルは解体され、跡地には、京王電鉄が、オフィスビル、京王八王子明神町ビルを建設、日本ヒューレットパッカード八王子事業所に、賃貸している。現行の京王八王子駅の高速バス、発着停留所は、西東京バス公式サイト、乗り場案内京王八王子駅を参照。 2007年4月1日の廃止以降、高速バスの発着停留所は以下の通り変更された。中高線中央高速バス、スキッパー号富士急行の車両や高線、京都号、京阪バスの車両京王八王子、高速バスターミナルにて1991年頃、撮影。ありがとうございます。